やってきました。やってきました。本日は、はい、小日散歩 in 水戸。水戸。茨城県ですね。そうですね。さあ、小日さん。はい。水戸といえば。水戸といえばね。水戸といえば。じゃじゃーん。おお、来ましたね。メール来ました。おー、メールが届いてます。タンさんに新着メールが1通届いてます。ドリン。愛するタンさんへ、はい、いつもタンさんの笑顔、そしてベースプレイ、そして些細な映像編集などカスだなと思ってます。おいおいおい。はい、はい、今日第1弾、はい、肛門さんおしゃべりパーク。おお、肛門さん俺におしゃべりで勝てるのかというところですね。はい、水戸肛門の名で、はい、おなじみのね、はい、なんかね、市内各地に銅像が、うん、あるんですよ。いっぱいこういう銅像が、肛門像が、そう、肛門像があるんですけど、マジか。その中でも最もユニークなのがこの銅像。はい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 、確かにユニークか。これ手ぶらすごいね。上部のボタンを押すと春夏秋冬の季節に応じて話しかけてくれる。これそうか、いきますよ。寄ってくださいね、寄ってくださいね。いきますよ。どんな声が聞こえるかな、せーの。祭りの音がだいぶ近づいてきたようじゃ。ほら、子供たちも気も涼むになっておる。出汁も御輿も見えるような黄金祭りが賑わいじゃ。ちゃんと喋ってよ、まずは。もう聞こえへん、何言うてか。稲瀬な若者の掛け声や太鼓の音、心浮き立つではないか。それ多分僕のドラムの音よ。また祭りの後の結構高い、結構高い、もういいや。はい、はい、というわけでというわけですね、黄門様も今が元気ということで健在でしたね。健在でしたね。はい、長いやつ長い。分かるんですよ。はい、もう一個、2ページ。おー、2ページ目、ババン。おー、光一さんへ、はい、みたいな。いつもご視聴も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。光一さんの顔、ドラムプレイ、はい、そして、深い人間性、はい、いつもすごいなと尊敬するばかりです。はい、今日のライブ頑張ってください。はい、書いてません。はい、はい、納豆じゃなくて、納豆じゃないんですよ。納豆じゃないんですか。水戸納豆じゃなくて、はいはいはい、水戸の梅、水戸の梅っていうね、はい、和菓子があるんですよね。和菓子、なんかね、水戸ってね、はい、梅が有名らしいんですよ。ほう、梅の名所らしくて、ほう、その梅を使ったお菓子、水戸の梅。はい、これなんかね、見てろ、飴に、はい、梅酢を入れて、みたいな、はい、っていう和菓子があって、ほう、でもね、いろんな店で出るんですけども、はい、その元祖、元祖、水戸の梅元祖と言われている、はい、水戸エクバ総本家さんの、そうですね、お菓子をね、はい、食べに行こうっていう、はい、はい、じゃあ行ってみよう。早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう。やーねー。さあ、はい、水戸の梅、はい、どこかな。どこやろうなぁ。タンさん、今日はなかなか見つかりませんね。まさか、こんなとこに。あー、偶然やけど、偶然ですけども、ほう、あれですか、ほう、あ、ありましたね、水戸の梅。はい、じゃあ、待ってます。そうですね、お願いします。いきます。バイバイキー。さあ、今日のご視聴は一人でお送りしたいと思います。タンさんのスプレーはここまで。さよなら。さよなら。さよなら。せーの、はい。せーのかに。うわ、早っ。早っ。俺の行きます。俺のあったよ。あった。じゃあ、肛門様でお母さんに黒豆で送ってくる。違う違う、喜ぶけど、喜ぶけど、はいはい、肛門様で送ります。はい、じゃあワープしよう。ワープする、肛門様になる。せーの、ワープ。いくしょー。痛い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 わー。いましたよ、肛門様、カムバック。肛門様帰ってきたよ。食べてみようかな。水戸の梅、水戸の梅、水戸の梅、食った反応は梅。おー、うまそう。バーン。うわぁ、さあ、いただきますか。はい、じゃあ、小西さん、はいはい、
トムスいかない。葉っぱなんやこれ、葉っぱに見れない。なんかおいーいいですよ。かわいい。響いたね。響いたね。少しね。すごい。しかも冷えてる。ヒヤッとした。食べて。まあね。なんてかで。ってなったね。いや、すごい美味しいね。名物が水戸にもあります。納豆だけじゃないよっていう。そうね。あの水戸探検隊のコウイチ&ターンでした。これを踏まえてもっとね、あのたくさんの方に水戸に来ていただいた時にはぜひ大坊様と水戸の海をね、よろしくお願いします。ということで今日もライブ頑張りましょうか。お願いします。じゃあせーの、グッバイ。